道の駅を問いネップ派、北海道中川郡おといネップ村にある国道275号の道の駅である。北海道で一番小さな村に位置する道の駅。施設内には木材がふんだんに使用されている。2017年12月、人手不足や経営難を理由にレストランと売店が閉店し、一時はトイレしか使えない道の駅となっていた。 おといねっぷ村は、道の駅再建を計画したが、後継者が見つからず、2019年5月、おといねっぷ村職員であった男性が転身し、食堂と売店を復活させた。臨時休館あり国道40号と国道275号の分岐点に位置している。ABCDEF、道の駅おといねっぷ。天気多流、天北流。 2021年2月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年2月18日閲覧。AB、一人口702人のトイネップ村忍びよる人的破綻。北海道新聞老人電子版。北海道新聞老人電子版。2021年1月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年2月18日閲覧。 おといネップ小中学校へようこそ。2014年10月30日閲覧。おとい富士スキー場。といネップ村。2014年10月30日閲覧。ありがとうございます。